はい、皆さんこんにちは、榊篤史です。1時です。9月30日、また間違うてる。9月30日でございまして、今日は木曜日ですね。これから原稿書かなあかんやんと思ってさて、昨日ですね、自民党の総裁選挙が行われましてですね、岸田新総裁が誕生いたしました。まあもちろん日本もですね、この今日の朝刊、今日のニュースメディアは岸田新総裁っていうのをいっぱい載ってるわけですよね。で、ところがそれ以上、同等かそれ以上ぐらいにですね、こう岸田新総裁って言うてるのがお隣さんメディアです。いや、すごいですよ。トップですよ。例えばこのハンギョレといいまして、そのお隣さんの左派系メディアですね、ムン政権に近いっていうトップはですね、このムン政権に近いハンギョレ新聞、ハンギョレか、岸田新総裁、民意より派閥の力で当選、安倍路線継承の見込みと、その次は日本の次期首相に慰安婦合意の岸田氏当選、中央日報でございますですね。トップはですね、慰安婦合意を覆した韓国にしこり、岸田氏、来年7月に本性を表す。すごいな。韓国メディア、岸田新首相に一斉に韓日関係の改善をと。朝鮮オンラインですね。短期的には安倍氏の強硬路線継承を、長期政権なら韓国重視に旋回する可能性も、次期首相岸田は自己主張曖昧、政界でのあだ名は止まらない男、日本の国会議員たちの派閥政治、河野氏支持した民主に逆行なんかあれですね、河野さんになってほしかった、なってほしかったんだけども岸田氏になってしまった。その岸田氏ってどういう男やねん。それは2015年 の、 慰安婦合意の時の外務大臣で、あそこで汗を流した男やって、どうすんのって、あかんやんみたいな、そういう感じでございますね。それぞれトップの扱いですね。もうちょっと見てみましょうか。東亜日報行きましょうか。東亜日報見てないんですけど、東亜日報のトップは北朝鮮メディアですね。北朝鮮メディア、これは東亜日報はさすがに岸田のあれがないですね。連合はね、通信社ですからね、最新のニュースを上げるんで。連合ニュースですね、これ。韓国の新規コロナ感染者高止まり、2564年でまた曜日最多。これ今ね、日本はね、千何百人なんですよ。日本の昨日の数字はですね、日本の昨日の数字はどこですか。昨日はですね、1986人。やっぱり実数少ないですね。まあ、ええわ。置いときましょう。日経平均、今、プラス、マイナス30円。だいぶ戻してきましたね。でもね、ドル円が 111.911 と。もう112円になるやん。どうすんのって世界ですね。まあ、ええわ。何でもまあええねん。行きましょう。テーマはですね、愉快の隣さんメディアが岸田総裁の誕生にああだこうだと騒いでるということなんですけど、お隣さんといたしましてはですね、なんとかこう日本との関係を改善したいというのがあるんですね。今ものすごい冷え込んでまして、1965年に日韓基本条約というのを結びまして、それ以来最初のね20年ぐらいはなかなかいい、15年ぐらいですかねなかなかいい関係だった、パク・チョンヒというですね、日本の士官学校でなった大統領がいまして、彼と条約を結んでですね、まあまあ自民党との蜜月とかあったわけですけど、
ここのところですね、この5、6年は最悪でして、この20年ぐらい前からですかね、慰安婦問題なんていうアホな話が出てきまして、それに彼らが乗ったということですね。で、日本の朝日新聞なんかがそれに便乗してですね、キャン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 言うて、まあ、結局嘘やったっていうのがバレてですね、朝日新聞凋落の元を作ったわけですけども、まあそういう問題もあって、で、安倍政権になってですね、その、慰安婦問題でキャンキャン言うてたんでですね、時のオバマ政権がですね、お前らそれなんとかせえよっていうことで、今の、あれですね、バイデン大統領、副大統領だったんですけど、バイデン大統領が裏でこういろいろ動いてですね、調整をして、2015年に慰安婦合意っていうのができます。安倍政権とパククネ政権、ね、間に2015年の12月、パククネさんはいやいややったんです。その時の外務大臣が岸田さんだったんです。ところがその2015年の合意、年末の合意をですね、パク・クネ政権は実行しないまま、2017年にですね、追い落とされましてですね、セオル号事件に絡んだ問題とかですね、あと自分のそのお友達に便宜を図った問題とかですね、ようわからんのですけど、ろうそくデモとかがあって、弾劾という、まあ、大統領を途中で降ろすことになりましてですね、で、新たな大統領選挙をやって当選したのが今のムン・ジェインさんということです。ムン・ジェインさんも2015年 の日韓政府間合意というものも、あれは手続き上不備があるとか言ってですね、もう保護にしてしまいました。ということで2015年にバイデンさんが温度を取って結んだ政府間合意は今のところ保護になっています。一切こう実行されていないんですけども、その後でですね、2018年の10月ですか、徴用工判決とかですね、今年の1月の慰安婦判決とかって、まあ、日韓基本条約、日韓請求権協定、あるいは国際法に違反するような確定判決が次々と出てきましてですね、でこれに対して日本もですね、いろいろ反発をしました。当たり前ですけどね、お前、俺条約守れよと、合意守れよと、国際法守れよという話ですね、日本側からすると。それに次々と違反をすることを、違反をする判決を確定させてしまってですね、1965年に日韓関係ができて以来、今最悪というふうに言われています。最悪な関係をですね、なんとかこう元に戻そうと向こう側は一生懸命やってるわけですね。で、日本側からすれば約束は守るよと、最低限のことやろうと、約束を守るのは最低限のことやろうと、それ守ってねって言うてるだけなんですけど、向こうはいや、そう、話し合おうって言ってるわけですね。で、日本側からも提案って、提案できへんって、お前らが約束守らへんやと、条約を破ってるんやと、なんで日本から提案しなあかんねっていうのは日本の立場でございます。で、今回ですね、岸田さんが総理になったことによってですね、向こうからすると安倍さんが悪かったんだと思いたいわけですね。安倍だからこうなったんやと、で、安倍が変わって菅やからなんとかなるんちゃうかと思いながら、いろいろとこうですね、こうアプローチをしたんですけども、まあ、菅さんも安倍内閣の官房長官ですから、よう分かってるわけですよ。いかに向こうが理不尽なことを言うてるかって、理に合わんことを言うてるかってよう分かってるんで、まあ同じ対応したわけですね。で、今度岸田さんに代わってですね、向こうもやっぱり人が勝ったらちゃんと安倍ちゃうでとかって言ってるんですけど、でもよう考えたら、日韓合意の時の外務大臣や、やっぱりあかんわってなってるわけですね。それはせやろって。まずやっぱりね、条約を守る、合意を守る、約束を守る、国際法を守るってのは基本でしょと。で、それをあんたらが勝手にね、やってるだけであって、勝手に破ってるだけであって、それは守ってもらうとどうにもならんやんというのは日本の立場で、日本はもうそこからなんとかこう歩み寄る余地がほとんどないですよね。ほとんどないというかゼロですね。そのことについて彼らはですね、分かってる人は分かってるんですけど、分からんふりをしてる人もいっぱいいて、で、全く分かってない人が8割ぐらいいると思うんですね。日本が悪いんやーってなってるわけですね。で、岸田さんに変わったと。まあ日本でね、それさんの大統領が変わったら、それはトップにはなるかも分かりませんけども、それについてキャン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 言うんじゃなくて、日本人ほとんど関心ないですからね、お隣さんの大統領が誰なの、変わったって、でどう変わるのっていう、まあまあトップの記事にはなるかも分からんけども、次の日からもうパッと消えます。向こうはずっとしばらく、あと1週間ぐらいは岸田っていうのはどういう人でって続くと思いますね。で、岸田さんに変わったところでですね、大して変わらんでしょうね。
やっぱり日韓政府間合意っていうのを保護にされてる、その時に骨を折って雑巾がけをして汗を流した岸田さんがトップになったということで、覚えてますからね、あのさん。しかし昨日、見るともなしにですね、テレビ家でついてるもんですから僕はつけるわけないんですよ。ニュースを見てますとですね、岸田さんがインタビューに答えてて、あるいはそのこう記者会見とかしてて思ったんですけど、なんとも切れのない男ですね。うわ、切れのない、こいつ頭あるよと。改正中高を出た人が言ってましたけど、彼は高校から来た人やと。高校から来た人はやっぱりちょっと違うんやと。つまり中学から入った方が全く頭いいらしいですね、改正高校も。だからちょっと切れがないんやというのはよう分かりました。ああ、こいつはあかんわ、切れないわと思って。まあしゃあないですね。ならはったわけですから、岸田さんしばらくどうなさるのか見ていきたいなと思います。これについて貼るページはございませんので、皆さんそれぞれですね、著存ラインとかですね、中央日報とかハンギョレとかで見ていただければと思います。はい、どうもありがとうございました。